うちの女房殿が育ててるポケの中にこんなやつがいました。なんか名札ついてるぞ。高峰、ね、錦、やっぱこれ東洋錦系だな。うん、まあ僕と考えたことは一緒じゃねえか。うん、こっちの方が大輪か。若干、うん、ライバル登場だ。負けちゃおれんよ。今我が家で一番にぎやかなのは、うん、ボケかな。映ってる？ちゃんと。うん、にぎやかでいいよね。まあ作るの難しい樹種だけど、これは寒ボケ。あ、こんなところにも東洋錦が。正面からちょっと花見づらいですが、咲いてる咲いてる、にぎやかいぞ。ただし、うん、いいんだけどね。アブラムシがいっぱいついちゃってんだよな。わかる？わかんにくいな。ちゃんとつってないか。この奥の花にびっしりついてるの、黒いの。不思議とついてないやつもいるんだよな。こいつはついてないから、よし、とにかく消毒だ。消毒しないと。はい、今日は消毒しますよ。春一番の消毒だな。毎年春一番はオルトラン使ってます。浸透移行性、薬害が少ないのと、うん、よく聞くからね。アブラムシにはちょうどいいぞ。よし、じゃあ準備しよう。よし、さあ準備完了かな。よし、しっかり消毒するぞ。まあ他の樹脂も全部やるわけですけど、花にはたくさん油虫がつくな、やっぱり。長寿梅も咲いてるな。よし、これいいでしょう。終了と。はい、オルトランで消毒してから数日経ちましたけど、ボケにびっしりついてた油虫、ああ、いなくなったね。いなくなりました。うん、特に、寒ボケ。寒ボケは真っ黒になってたけど。おお、全部落ちました。よし。いいね。うん。さてと、いくつかちょっと、作業しようと思います。ちょっとやりたいことがあるんだよね。これごと持っておくかな。よし、東洋錦をちょっと持ってきました。まあ花が咲いてればすぐわかるんですけどね。まだ花咲いてないやつはどれが東洋錦で普通の寒ボケかわかんないで、まあとりあえず東洋錦だけ持ってきました。うん、ちょっと今日はこの中から差し法をもらって増やそうと思います。なんでそんなこと思ったかというと、ボケはこうやって上ばっか強くなっていっちゃうんだよね。一回切り戻したいので、切り戻しついでに差し法を取ろうと思います。よし、作業開始だ。まずは花ついてないやつはいいんだけどね、これ花邪魔だから取っちゃう。ゴミもいらない。
このハサミ役立つな。いい感じ。こういうの取るときいいよな。作業が楽で。よし、取れた。うん。よく外国の人からなんで取るんですかってメール来るけどね。うまいです。いらないんだよ、これ。よし。で、大きいのでいこうか。刺し方をどこでもらうかというと、うん、悩ましいな。できるだけちっちゃくしたいから、木を思い切ったとこでいこう。うん、思い切っていこう。バツン。木とあんまり切れないかな、調整。これはどこで切ろうかな。これも太いぞ。これも結構思い切ったとこで行きたいね。ここだな。あ、刺し方が綺麗に切り戻しとかねえと。ボケはいつものことだけど、一箇所ばっか強くなってっちゃうんだよね。他のとこが上手にいかないんだよな。この木も、どこがいいだろう。ここか。まあいいや、ここにしとこう。これはこれでよしと。で、これはこの中段にちょっといらない枝があるから、これを取っとこうか。パスタ貼っときます。これな、強すぎんだよな、この上が。はい、こっから今年再スタートだな。はい、5本の苗木からさらに5本刺し穂取りました。これ刺し木します。残りはこんな木です。ここから作れるといいけどな、この木も。どうでしょう。こっからだな、ね、一段小さくなりましたけど、強いとこなくなって大幅縮小で、もう一個挿し木で増やすって感じだな。よし、挿し穂を作ろう。で、5本の、ちょっと待って、こんなにはいらねえね。こんなはいいかな。いい感じ。普段使わないけど切り味抜群やん。よいしょ。で、まあこれはな、台のとこだけだから樹形は考えないことにしよう、この段階では。形成層が出てればいいです。ちょっと長いけど、まあいいや。ここは出ないかな。焼け込んだところ起きちゃった。よし、いいかな。
よし、できました。土取ってくるか。よし、ビニールポットの一番ちっちゃいやつかな。うちに使ってるのは 何センチや。に赤玉の細かいの入れて水吸わせてきました。ここに刺してきます。うん、こんなのは簡単だ。で、問題はここからや。こういう突き刺さんないやつがいるんだよな。で、こういうのは針金でピン作っておきました。ピンで留めちゃいます。よし、いいんじゃない。よし、まあこういう短い刺し方はさ、動いちゃうからね、なんかやっとかないと、止めとかないと。はい、 OK。 よし、はい、刺し木終了。ルートンとか持ってないし、まあ一晩置いといた方がいいんだけどね、水につけてね。そんなめんどくさいことやってないんじゃない。しっくり出来上がりです。はい、はい、水ぶっかけて終わりです。いつもこんな横着な挿し木だけど、まあ大体ちゃんとついてんだよ。これで多分大丈夫だよ、うん、はい、終了。挿し木はね、あとは親の方を植え替えなきゃ。花が終わったボケをちょっと集めてきました。あー、こんな感じだな。うん、さっさと植え替えちゃおうかね。よし、植え替えよう。展示会の都合もあって植え替え遅らせてましたけど、まあ展示会前に花が終わってしまったので、うん、これさっさと花摘んで植え替えようと思います。よし、作業に取り掛かろう。まず鉢から抜いてみます。どうなってんだこれ。いいといいんだけどね。ああ、一応元気な根してるの、ここの、この時点では。じゃあどうだ。よいしょ。根が良かったら、またこの小さな鉢に合わせようかと思うんですけど、根が悪かったら一旦ビニールポットで養生させた方がいいよね。根次第だ。ちょっと簡単に抜けたな。どうだろう、ちょっと袋だから鉢が簡単に抜けんで。あ、こっちはちょっと根が悪そうだな。そうでもないか。こんな感じ。うん、まあどっちもそんなに悪くはないな。細いな、根が。悪くはないけど、あ、ここが一箇所、あ、一箇所根が枯れてるね。根腐れしてる。一本根が枯れてるな、ここ。じゃあどうだ。いっか、これで。ちょっとここがあれか。ああ、ここ一箇所な。ちょっとやられてんな。違うかな。あんまり切りたくないね。
ちょっと長いとこだけ。さあどうしましょう。一回休ませますかねえ。ちょっと根の状態が必ずしも良くないので、強い葉っぱちょっと摘んどこう。植え替えるので、植え替えに合わせて大きい葉っぱ取っとくよ。まあこんなとこか。まあこれでいいよ。よし、根処理終わったんですけど、小さな鉢で2年見えるかな、ね、1本根腐れしてかなり強い根だったんだけど、骨がついてないね。こっちも、ここに強い枝がある、根があるんだけど、ここにひげ根が少ないね。ちょっと弱っちゃってるので、今回はビニールポットで養生だな、こいつらは。またあ、このとこ目ついてる。元気になったら小さな鉢に合わせましょうか。よし、ポットに植え付けます。はい、ポットの植え付け終わりました。この鉢で2年過ごしてもらおうかな。そうすれば根が回復するんじゃないでしょうか。強い根がね、走ってくるんじゃないかな。はい、まだまだたくさんあるから次に移ります。持てないな。今度ポット苗持ってきました。花が終わったので花摘んで植え替えますけど、鉢上げできるかな、どうでしょう。ちょっと楽しみに植え替えます。ポットから抜いてね、ほぐしてみましたけど、こんな感じでした。根の状態はすごくいいと思いますけどね、いっぱいになってる。さすがポットの回復力。やっぱりこんだけ根があれば植え付けて小さな鉢でも耐えれるんじゃないかな、しばらく。よし、植え替えよう、植え付けようか。ほとんどいらないでしょ。消毒したのでアブラムシもいないし、いい感じ。よし、こっちはね、骨は多いけど、もともとの粘りそのものはあんまり良くない暴れた根っこだよな。まあ許してもらおうか。ということはあんまり透かしすぎちゃいかんな。こんなところ適当なところで止めとこう。はい、植え付けだね。鉢探してこよう。はい、植え付け終わりました。本当はもうちょっと深い鉢探したんですけど、手頃なのがなかったのでこれになっちゃいました。この木もちょっと花つぼみに残してるね。ひょんなことで飾ることになるといけないので、出番が回ってきちゃっていけないので念のために残しておきましたけど、こいつもだな、こと凝ってんね。よし、この2本の植え替えはこれで終了。これで2年ぐらいは元気に生きててほしいね。